listening to Shibuya Cross FM. はい、みなさん、こんにちは。2月28日、はい、木曜日、16時を過ぎました。エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻です。徳田裕太です。よろしくお願いします。藤巻ゆきです。ですね。はい、すいません。はい、さあ、はいはい、2月28ですよ。うん、もう2月も終わりでございます。いや、終わるよ。早い。本当に。なんだかね。はい。いや、本当に早くなりました。よくさ、言うじゃない。早いなって、うん、もう本当早かったな、本当に年を重ねるごとに早くなっていく、ね、はい、ついこの間言った気がするわこれ毎週言ってるかな、これ毎週、いやー本当に、いや年は取りたくないもんですね、ね、本当すごいね、はい、さあ、はい、今日はちょっとあいにくの雨ですね。いやー本当ですよ、木曜日の放送は雨降らないジンクスがあったのに。あったけど今日は真逆で結構降、はい、今はちょっとあれだね、小雨になってんのかな。ですかね、でもなかなか多分放送始まって一番強い雨かね、放送中は多分そうかもね、はい、もうだって丸2年やったけど、ここまでの雨って見たこと多分覚えてないです、ね、覚えてないんだよね、はい、そうなので、ちょっと雨なんですが、寒くなってきてますよね、はい、そうですね、本当にやっぱり春の訪れといいますか、スタジオ内は23度、はい、あ、本当ベストです、ね、いいところですね、これ23度書いてありますね、はい、スタジオベストで、湿度は 25%、はい、ちょっと低いですね、低い、乾燥してますね、やかんでやや感でお送りいたします、はい、けども、はい、さあ、徳ちゃんあれだっけ、はい、はい、僕ちょっとお伝えしたいことがございまして、ね、はい、僕がね、1月の放送一週お休みさせていただいたんですけど、はい、まあそのお休みした理由が、映画の撮影でございまして、そちらの映画の情報が解禁されましたので、はい、今日お話ししたいなと思います。で、今回の、僕が撮影にちょっとお邪魔してきたといいますか、はい、出演した、スタッフとしてもね、お手伝いをしてきた、映画でございます、うん、何回も一応ここの放送でちらほらとお伝えはしてるんですけど、はい、福岡県の芦屋町という場所で、はい、もう全編ほぼ芦屋町で撮ったロケの、はい、映画でございまして、こちらの映画、もう主演の方、はい、市原隼人さん、鈴木信之さん、飯豊まりえさん、斉藤渚さんの、まあ、4人が主演を務める。もう一回、はい、市原隼人くん、はい、市原隼人さん、そして、はい、鈴木信之さん、鈴木信之くんっていうのは、はい、劇団 EXILE の、方ですね、 LDH の方だ、はい、はい、そうでございます。で、飯豊まりえさん、飯豊まりえちゃん、はい、はい、と斉藤渚さんという、はい、はい、まあ、オムニバス映画で、これ、うん、春夏秋冬、春夏秋冬がございまして、うん、まあ、その4名が主演を春夏秋冬で振ってあるんですけど、うん、まあその4話で1本の作品を作っているオムニバスの映画となっておりまして、僕が今回出演といいますかお手伝いしたのが市原隼人さんの方と鈴木伸之さんのその2作でございまして、でこの映画はですね、音楽もすごくてですね、その春夏秋冬に主題歌を1組ずつアーティストが入って、ベニさんであったり、ハジさんであったり、まあ本当に豪華な4組のアーティストがコラボした、うん、はいはい、藤巻さんが見てるねその目線あれですけど、はいはい、後のね、はい、楽しみということですけど、まあ、そちらの映画本当にね、僕この放送を通して、福岡県芦屋町の、はい、素晴らしさをね本当に、何度かお伝えしてきたんですけど、はい、今回映画、まあ、撮影して思ったことなんですけど、うん、やっぱりその映画撮るとですね、本当にスケジュールも、なかなか大変になりますし、はい、ほとんどロケだったので、外の気温、朝の早くから夜の遅くまで、ね、本当にいろんな場所で撮ってきてすごい刺激的になりましたし、はい、何よりも福岡県芦屋町の現地の方のお手伝い、うん、スタッフさんのね、心強い、うん、本当に助けがあったので、うん、素晴らしい作品になってると思うんですよ、はい、でですね、来月3月なんですけど、はい、3月23日など24日22日ぐらいにですね、うん、福岡県の芦屋町で先行上映会が
ございまして、そちらのね、チケットの、抽選がもう終わったんですけど、うん、ただ、3月2日から一般で販売もあるので、福岡県にね、うん、行かれる方はぜひそちらで買っていただいて、そこにはあの出演の、キャストの方、歌手の方来られる等の情報もちらほら聞いてるんで、僕はね いないですけど、まあ、そちらに行っていただいたら、まあ、より福岡県芦屋町の、素晴らしさ、良さ、そして映画の良さ伝わるんじゃないかなと思いますので。先週言ってたもんね、はい、うん、いや本当に春夏秋冬で僕が、携わったのは、春と秋なんですよ、はいはい、でやっぱり、桜であったり秋の、まあ、夕暮れであったり、うん、本当にいろんなね小道具であったり本当にいろんなものを作ったりされてるんです。で僕もねちょっとだけお手伝いさせてもらったんですけど、いや正直春桜、まあ、どれぐらい咲かせるのかとか、うん、まあ、本当になかなかねこれ映像では伝わらないんですけど、もう何百人の方が、一つのものを作って、もう本当に眠い目をこすって思いを込めて作ってる作品なので、ね、皆さん本当ぜひね劇場に足を運んでいただきたいなと思いますし、そうですね、はい、全国上映は、まあ、今のところちょっとまだはっきりとは決まってないんですけど、まあ、6月以降かなと言われております。まあ、それはまた、決まり次第僕はお伝えしようと思うんですけど、まあ今さ言ったようにさ、はい、一つの作品を撮るっていうのはどれだけの人が関わって、はい、どれだけの時間を費やしてとか、うん、であるじゃない、あります、めちゃくちゃ特に携わったら分かるじゃない、はい、どんだけこう力を注いだかっていうの、うん、まあさ、はい、本当難しいけどね、それが映像に出るか出ないかもそれは分からないしさ、はい、結果見てくださった方たちの意見で決まっちゃう、うん、まあ、この世の中それがまあ当たり前なんだけど、はい、やっぱものづくりする方たちってそのぐらい命かけたりしてるからね、うん、手抜いてないじゃない、はい、全く、そこが伝わってさ、はい、まあ、工業的にいいっていうのはあれだけども、一つの指標としてね、うん、つながればすごくいいなと、はい、本当に思うよね、楽しみに、うん、もうちょっとエピソードなんですけど、うん、鈴木信之さんと、はい、まあ、ちょっとアクションのシーンが僕ありまして、で、まあ、アクション盾をちょっとつけたりとか、でかいでしょこれ、めちゃめちゃでかいんですよ、俺よりでかかった、はい、めちゃ185ぐらいあるよね、あります、でかい、でかい、本当にでかくて足めちゃめちゃ長いんですよ、顔ちっちゃいしね、すごい、まあもちろん皆さんが知ってる限り、まあかっこいい顔で、はい、本当に、気さくで、めちゃめちゃ、はい、本当になんていうんですかね、地元に帰ったようなすごいなんかフレンドリーに撮影もやりまして、うん、で盾をつけてる時に、まあ、最初ねテストとか、やるんですけど、まあ、5割7割ぐらいで、本番、まあ、アクションなんで10割だと怪我しちゃうんですけど、まあ、それぐらいでいきましょうって言って、ただ鈴くんがごめんみたいな、多分力が入っちゃうから気をつけてと、で僕も力入っちゃう人なんで気をつけましょうって話を二人でしまして、足がめちゃめちゃ長いんだよ僕って言って、だからもし当たったらごめんねっていう蹴られるところがあったんですけど、で僕もねそのテストでやった本番1メーターぐらいあえて離したんですけど、それでも足が長くてですね若干かするっていうね、はい、もう本当にびっくりするが足長くてスタイルめちゃくちゃいいじゃんと思いながら、あ、蹴りケリーですね、はい、まあ、そのシーンが使われてるか使われてないかちょっと分かんないんですけど、まあ、びっくりするぐらい足長くて、いや本当にスタイルいいなと思って、ハイアンドローとか他の映画でもアクションを、ね、たくさんされてるんで、はい、そういう話もたくさん、ね、聞かせていただきましたし、そうですね、本当にやっぱアクションなんでね、ちょっと怪我をすることも、うん、まあ、もちろんしないようにするんですけど、ちょっとしたことはあるんで、まあ、そういうことも、まあ、今回は無事、まあ、何にもなく終わったんですごい良かったんですけど、うん、スイッチの入った10割の感覚、うん、5割から本当にテストから本番になるスイッチの入れ方、あのピリピリ感、はい、いや本当に刺激的ですし、僕もスイッチ入りますし、はい、僕の後ろにエキストラの方いらっしゃったんですけど、徳田さんスイッチ入りましたねみたいな、ちょっと言葉かけづらかったです最後みたいな、あすいませんみたいな、やっぱその本番になるとやっぱちょっと気持ちがブーストしてしまうんで、うん、はい、一気にバスッとなるんで、うん、そういう感覚は本当に久しぶりでしたし楽しかったんで、はい、ぜひねそういうのが伝わればいいかなと思います、ね、はい、まあ、本当怪我だけはね、はい、させ止まっちゃうからね、はい、せずだからもうそのギリギリの状態よね、本当、はい、ギリギリですかといって、はい、
あ、本当5割6割だったらあの迫力とか映んなかったりしたり、うん、まあ撮り方次第なんだろうけど、はい、その加減ね、10割だけど怪我せず、うん、どっか冷静な、小栗旬さんが、はい、前アクションの時に、熱いのはハートだけでいいからっていうことを言ってたのを、うん、今ちょっと思い出して、こうアクションの時にこうやっぱどうしても力入って、力入るとやっぱりこう怪我もしやすいし、そうですね、力みっていう意味でね、はい、もしやすいし、で相手にも怪我して自分も怪我しちゃうとか、はい、だと撮影隊がいるじゃない、うん、その段取りもあるしって、その中でだからハートだけ熱くなってないと危ないよみたいなの聞いたことあって、はい、特に舞台とかもそうじゃない、一回お客さんに例えば刀飛んだらもう終わりだしとか、もう終わりですからね、はい、そう、もう本当公演中止になるぐらいな、はい、その中で戦うっていうか戦う、はい、見せ方というかも、はいはい、本当芸術なんじゃないかなと、芸術です ね自分たちがさ、はい、手前味噌というか、はい、こんなこと言うと、はい、おいおいってなるかもしれないけど、はい、そのぐらいの覚悟とプライドとかでやってないと ね、はい、ちょっと厳しいじゃない、はい、本当に簡単に分かりやすく言うと、頭の中で 1,2,3 とか数えてやってるわけではないんで、もちろんそういう役になりきってそれでもう生きてるんで、やっぱりそういう発言とか気持ちとか表情も変わってきてしまうがゆえに、うん、まあ力入らないとか、 その気持ちは本当熱く、そうね、今回は本当に、ね、コミュニケーションたくさん取らせていただいたんで、うん、すごくいい撮影になったなと思いますし、うん、市原隼人さんともちょっと僕話、まあ、ちょっと絡むシーンがあるんですけど、うん、まあ、そこのシーンでも、爽やかに あの市原隼人さんなっていう、はい、あ、そうやっぱり、はい、まあ、僕これ、まあ、地元の人しか伝わらないんですけど、はい、地元の時に誰が一番かっこいいとか質問とか、まあ、よくある話で、僕は市原隼人さんずっと学生の時言ってまして、はい、僕フォトブックとか持ってたんですよ当時そういう思いも、もちろん本番はそんなこと消しますけど、分かるよね、はい、あるよね、はい、それ正直ね、その気持ちはありましたね。テレビに見てた人がいるよ、目の前に見て、うわ、一緒にやるんやみたいな演技ね、はい、震えましたね。分かりますよ、はい、さあちょっとね、はい、3月3日さ、はい、もう本当明日から3月じゃない、うん、3月1日じゃない、そうですね、3月3日ってさ、はい、ひな祭りっていう、ひな祭りありますね、ね、はい、ひな人形やったりとか、うんうん、いまいち簡単にね、由来、はい、これ何なんだろうって、俺由来ですか、ふと思ったわけ。確かに僕たち男性ですからね、そんなにそこまでは縁はないから、そうそう、はい、でもなんかさ、妹さんいたりとか、そうですね、あと、まあ、はい、町でも、売ってたりするでしょ、ひなあられとか、うん、あ、そうですね、簡単にねちょっと説明しようかなと思うんだけど、はい、うん、全然男だから見当ないじゃん、全く分からない、ひな祭りって何みたいな、はい、簡単に言いますよ、はい、中国から、伝わって、起源は中国と言われている、まあ、これも諸説あるからさ、あ、まあ、一応もう大体で、はい、桃の節句とか言われない、うんうん、言いますね、はい、節句って、5つあったりするの、うん、その1月7日の七草、はい、七草がゆとかね、はい、そういうのがあって、その中に3月3日もの1つとされているんですよ、はい、うんうん、上司っていう節句、上司上に、はい、あと身、己の、はい、己って感じの己の言う、はい、の全部囲っちゃう感じ、全部囲っちゃう、あー、ネームしとるは立つみーのみーですね、その上司と読みますね、はい、とされているんですよ、うん、言われていて、中国では3月3日は上司という特別な日とされていて、人形に息を吹きかけることで自分の汚れを移すの、あ、なるほど、そしてその汚れ、まあ、入ったとされる人形を水に流すという風習があったそうです、はい、なるほど、うん、でそれが平安時代に日本に伝わり、はい、ひな祭りとして徐々に定着していったと、うーん、そして江戸時代、はい、これもともとひな祭りは男女共通の行事として親しまれていたんですよ、ほう、男女共通、そう、はい、でしかし江戸時代の頃にひな遊び、うん、まあ、おままごとみたいな、あ、なるほど、はいはい、という人形遊びが女性の生活に浸透していたと、うんうんうん、そう、うん、で幕府が3月3日にひな祭りっていうふうに制定して、はあ、女の子のこう健康とか成長を願う行事に決めたらしいです、うんうん、あ、すごいですね、そんな時代に、だから江戸時代前は
男も女も男性も女性も3月3日汚れというか毒を出すような習慣ですもんね。でそれで平安時代は人形を川に流す習慣やっぱその中国から流れであったそうですね、うん、流しひなと流しひな、主流だったそうです。あ、そうなんです、うん、今やられてるんですかね。や家庭では絶対やんないじゃないですか。だっていろいろ環境問題だなんださ、まあ、そうですね、はい、ありますもんね、はい、でしょいろいろあるでしょありますあります。でもそういうね、はい、であの流して無病息災、はい、災いや厄払いなんて意味もあるそうなんだよね、うん、なの で, で, なな、あそうでひな人形って7段が縁起がいいって言われるんだけど、へそう、もう今さ核家族化とか言われてて、あんまり7段あるでかい大きいひな人形を飾る人いないと思うけど、うん、7段がまあ一応縁起がいいと由緒あるって言われてるみたいで、上から親王様、うん、男性と女性の、はい、いますね、その3人官女、うん、で5人囃子、うんうん、で随人、うん、市長、うん、で嫁入り道具ぞろい、うん、あとおこし入れ道具ってこう7つ、うん、七段ちゃんと決まっている、うん、歌詞にも出てきますもんね、五人囃子の笛太鼓みたいな。そうもんね、はい、僕正直ひな祭りの歌一番ぐらいしか知らないっていう。明かりをつけましょうぼんぼりにお花を咲か、ね、もうねちょっともうなんとかなんとか桃の花そうね、はい、五人囃子の笛太鼓ですね今日は楽しいひな祭り、はい、そうっていう感じだそうなんで、うんうんうん、なるほど、そう、だから男性もだから、ね、はい、我こそは江戸時代前の風習が良いと。おお、確かに吹き込むぞとされる、はい、もう諸君いらっしゃいましたね男性もいいんですよ汚れをね、はい、俺はこれで江戸幕府にちょっと、はい、違うと。おお、もう言ってやろうと。俺は人形流すと、うん、流しちゃう、流すのはちょっとまあ、ね、流しちゃう問題になっちゃうから、うん、ちょっといろいろ今、はい、本当にね、本当に環境問題とか言われちゃうんだから本当に気をつけよう。すぐなんかすぐこれすぐこれ怖いよ怖い怖い怖い。まあそんな感じでね、はいはい、3月3日のひな祭り楽しんでいただいて、はい、そうですね。でよくこう、うん、これ定説というかよくわかんないけど言われてるのがさ、うん、はい、なんだろうな、ひな人形すぐ片付けないと婚期が遅れると言われてたりするんですよ、はい、なのでありがとうございます。ありがとうございます。なのですぐ片付けましょうね。あ、そうなんですか、婚期遅れるんですねって言われてるんですよ。なんか割と長めに置いてあるイメージ。なんかね、その前は、はい、結構いいんだけど長めで、はい、もう終わったらもう3月3日とそういう3日4日ぐらいには。そうなんだって言われてるんでね、すぐ片付けます、はい、なるほど。ただもう今期とか関係ないけどね、最近の時代の流れは。そうですね、僕なんか今期全く来ない。そろそろ曲いきます。女性の曲僕じゃない、僕じゃない、すぐ自分の話、はいはい、女性、じゃあちょっとね、はい、この後、はい、懐かしみ、いやーほんまですね、はい、ほんまに、はい、ゲストの方お呼びしてますので、この1曲聴いてもらってる中でね、はい、ご紹介いたしましょう。それでは聴いてください。叶わない恋さんで、片道列車。
してく、あれもこれも君との景色だ、シャッター素敵なゲストの方をご紹介いたしましょう、うん、叶わない恋のみえこさんです。よろしくお願いします。久しぶりですね。不思議な感覚、はい、久しぶりです。久しぶりでございます。いつぶりですかね。一回さんでも来ていただいたでしょ、はい、ね、そうですね、うん、レギュラー終わってから一回。でもそれでももう半年ぐらい経つかな。経ちました、経ちました、ね、うん、経ちました。いやこう皆さん実はこうね、宮子さんね、ずっとやってたんだよ。そう、しかもここに座られてました。ここにいた、そこ、で、ドクちゃんここだった、はい、ね、そうそうそう。いやそれからもまる懐かしいわ。1年以上、1年ぐらい経ってますかね。そう、なんとこう、はい、来ていただきましたし、俺さ、はい、びっくりしたのが、はい、実はさ、先週の放送触れなかったけどさ、はい、ちょっと徳さん言ってよ。先週の放送でちょうど藤巻さんがお話された時に、はい、あの渋谷ってね、あの広告のバス、トラックが走るんですけど、はい、よくあります。その時に放送中にパッと撮りました、うん、叶わない恋みたいな、ういみたいな、びっくりして、うせえやんと思って、でも言おうと思ったけど、話の途中やし、カメラパンしても多分映んないし、うん、どうしようと思って、一人でもどかしい状態になるって、うん、その後なんか俺に言って、曲中かな、俺にあったですよ、言いましたって、俺びっくりしましたみたいな、知ってるとこ走ってますみたいな、そう、そうやばいですよね。だから今日ね、通ればね、もう話の、そうなんすけどね、嬉しい、通ってほしい、話の途中でもいいからね、ちょっと言いましょうよ、ぜひ。今日雨降りですが、ね、雨降り、どうですか、こう 雨の日どうですか、ね、好きですか。雨の日好きですはないですね好きですって言おうと思ったけど好きではないな、だってズボンの裾濡れるし。そうね、もういいね、ズボンが濡れるっていう、ね、そう、いやもうあのメイクもさ、はい、本当大変なの。あとあれです、本当女の子はね、湿気が、髪の毛が、誰かが回収して、うん、はい、はい、はい、誰もみんなみんなお構いになってる、ね、今回この見てこれ、はい、たくさんの、たくさんの叶わない持ってきました。ちょっと見てほしいです、ね、え、うん、先ほど流してた曲が、そうそう、片道列車、はい、これもう僕ちょっとお話ししていいです、お願いします。どんどん言ってください。僕ね、この曲すごい好きなんですよ。もうちょっとね、曲始まってる時にね、話してたんだけど、さっき言ってくれた、ちょっとね、僕気持ち悪いって表現になっちゃったかな。まあなんかこのね、もうこれ僕がね、思う感じなんやけど、まあ恋をして、まあ列車に乗りますと、うん、でも片思いとか、はい、まあいろんな恋愛がある中で、うん、やっぱ列車乗って、うん、切符を買ってね、うん、一緒の車両じゃないんですよ、一緒の電車でもない、もう切符買わないですけどね、うん、なかなか、うん、まあ買うね、買う時もあるよ、スイカじゃない時もある、うん、一日乗車券とかね、その切符っていう表現するかもしれないからね、話してくれるね、ちょっと戻しましょう、 うん、はい、一回電車戻すと、うん、あのね、僕好きな歌詞というか、うん、この中に出てくるんですけど、お互いが、うん、まあ、別々の道を行くと、ただ、うん、ある時にね、やっぱり戻って交差する時もあるんだよって、うん、恋ってそういうもんやん、そうそうそう、やっぱり、いや待って、別々のさ道行ってもさ、たまにさあの子のこと思い出すじゃん、うん、でふと思うわけじゃん、うん、違う駅からさ、うんうん、電車越しにさ、うん、
うん、あの子今何してんかなとか、うん、やっぱ考えちゃうんだよ、うん、恋する乙女、徳田裕太は、うん、あの、本人で、ね、本人じゃない、本人じゃないかなとすいませんびっくりなんだもう本人いなくて、あ、そうなんだなっていうのは分かるけど本人の前でちょっともうこれは僕は、はい、これがちょっと好きすぎて、はい、ぜひ、はい、あのね、この差しあるんですよ、はい、これ、猫が象徴になってるんですよね。猫、どこに見せたらいいんだろう。これじゃあこっち行くよ。ね、あの、はい、配信見てくださってる方は分かると思うんですけど、うん、この自由の象徴じゃないですか、猫って、はいはい、自由気ままに生きていく、はい、そう、猫ちゃんが何匹か出てくるんですよ、はい、ね、この交差していく運命の中でもそれぞれが自由に生きていくっていうスタイルをこの猫で象徴してる冊子で、このビキさんっていうね、感熱アーティストの方がいるんですよ、知ってます、はい、うん、感熱アーティスト、感熱、うん、熱を加えてアートを絵を描く方がいて、それがレシートなんですよ、使ってる材料が。あ、だからレシートが、そう、へー、だからこのレシートアートって言って、え、すげえ、そうです、そうです、そうです、はい、後ろにプロフィール載ってるんですけど、はい、すごいな、そう、この方とこの片道列車って曲でコラボしていただいて、こう YouTube にも、そう、あのリリックビデオみたいな感じで曲上げさせてもらって、そう、流れてたもんね、そう、レシートってすごくないですか、なんかレシートってね、唯一リサイクルができないものらしいんですよ、あのペットボトルとかと違って、そうなんだ、だからね、みんな捨てちゃうじゃないですか、うん、それをなんとかして形に残しておきたいっていう思いでやってらっしゃる方で、なんかもうほんとへぇ、すごいなっていう、勉強になる、私も感動しました、はい、これ感動するね、これいいこと聞いた、ね、一番後ろのページ、はい、ただいっぱいレシートあるだけと思うじゃないですか、はい、よく読むと、うん、なんと私へのなんかもう Q&A になってるっていう、あらあらあら、もう何そのサプライズ、めちゃめちゃ、はい、結構面白いこと答えてるので、ちょっと細かく読んでもらえたらね、めちゃくちゃいい発見あると思います。すごいな、いろんなレシートチケット、ビキさんと私のこの2人の考えたやつなんですよね。あ、じゃあこれもこれも、そう、企画、そう、これも企画としてちゃんと作品になってるんです。あ、すごい、読んでほしい、例えば、ね、好きな音とか、どこに書く、はい、プチャンキュインミニョンここめちゃめちゃ小さい、ちょっと虫眼鏡とかやったら見える、いっぱい、いろいろ書いてあります、うん、そうそうそう、好きな音、さっき言われたね、うん、いや、この後ちょっと言おうかな思ってたけどそうだ、そうだ、いや、全然、やっちまった、それは今、自分の中でドキってなっただけでなあ、うん、まさにあの本当に心がキュインってなったもん、キュインってなりました、はい、ついさっき好きな音聞きます、言っちゃったよ急にってなったら、あ、やばい、どうしようって今もうファーってなってるえ、じゃあもう、そう、今日雨だしね、ポチャンって、そうね、ポチャンとかさ、キュインとか、ムニョン、ムニョン、いいね、こう、擬音とかいうね、擬音ね、面白いですよね、いいですね、あ、今を生きるとか、そう、あの、モットーにしてます、今一番好きなことをやるというか、楽しいって思うことをやるっていうのは目標にしてます、うん、ね、確かにね、さあ、ちょっとね、ここでね、はい、このカラーボールがあるということは、なんかありますね、そう、お久しぶりの美恵子ちゃんにね、はい、ちょっと、うん、Q&A 形式で、そう、このカラーボールを引いていただいて、なるほど、いろいろ迫っていきたいなと思ってるんですけども、よろしいでしょうか、はい、いろいろやってね、質問が違いますから、何が当たるかは分からないっていう、はい、ね、おー、はい、いきますよ、 Q&A 今日コーナーでー Q&A コーナーよいしょ、待って、まさかの噛むという今日なって言って、今日なー Q&A 今日なーです、めっちゃ恥ずかしい、これお願いします。カットできない、生、生、生、できない、さあ、ということで、ね、はい、どこそうですね、色でも、はい、選ばれないですかね、これ別に何か書いてあるとかいうわけじゃなくて、ね、色を選んで、はい、ここに、ね、あるんですよ、うん、赤だったら何とかもうね、あ、なるほど、はい、全部見せてるんで、さあ、引いていただいて、はい、お願いします、どうぞ、じゃあ、最近好きな色引こう、おお、ズン、ドゥーン、ドゥ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 、紫、紫、紫です、さあ、紫はこちらですね、はい、なんだろう、なんだこれもう、なんだろう、いいですか、はいはいはい、叶わない恋、うん、というふうに、名前を変わりまして、はい、心境、なんかこう環境の変化とかしたことありますか、うんうん、というね、質問ですね、うん、はい、これ紫子の質問でした、叶わない恋、これもなんか名前っぽくないですよね、うん、なんか、うん、私も最初戸惑ったんですけど、逆に歌の歌詞、タイトルの名前っぽい、うん、ぽいですよね、うんうん、だからこれ名前ですかってよく聞かれるんですけど、はいはい、なんかこれ名前ですかって聞かれることが割となんか嬉しいというか、うんうん、なんかもうそれの時点でもう
なんだこれはって気になってもらえてる、そう興味引けてもらなんか引けてるのが嬉しいなっていうのありますので、うん、この叶わない恋っていう名前になってから作る曲とかも割とそのなんだろうな恋愛を主体にした曲をもともとそうだったんですけど書くことが割と増えてきたりとか、はい、あと一番はこの名前になってリリースさせていただけたことですね、一番の変化は、うん、そこはねそこはもう一番嬉しいです、嬉しいや前までとは全然違う環境に、そうですね、いやもうこれだけ嬉しかったかね、はい、もうちょっと、ね、あのビジョン、はい、あのね、うん、バスケットボール、はいはい、ストリート、はいはいはい、ビジョンにセンター街、そうなんですよ、そう最初うわーだもんねたまたま二人でえってなりましたかね、あれ見れました、見ましたよ、見たよ、ちょうどドンピシャでしたもん、えって思って、うん、はって嬉しいです、いや嬉しかったね、さ本当嬉しかったです、確かにそうか環境変わったんですね、うん、いや素敵ですね、叶わない恋さん、うん、はい、はい、ということでじゃあ次引いていきましょう、はい、はい、お願いします、黄色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 です、うん、皆さん黄色です、はい、黄色はですね、はい、3月に明日から入りますと、うん、あ本当ですね、3月は卒業シーズンでもありますよね、うん、そうですね、うん、そうだそうだ、みえこちゃんの卒業したいこと、うん、そして4月は入学式もありますね、やりたいこと2019でもいいですし、うん、あれば、教えていただきたいなと、はい、はい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 、はい、卒業したいことってなんか、うん、くだらないことになっちゃうかもしれないけど全然構いません変な癖が多いんですよね、なんか、うん、結構顔触ったりとか、うん、なんか話すときとか結構顔触っちゃう癖がある、うん、よくしてますよね、多分よくしてた、なんか、あ、そうか、そう、あと髪の毛とかも触るし、隣いたから分かんなかった、あ、そうかそうかそうか、鼻を多分これ、そう、鼻触る、 すごい触ってたイメージ、これすごいやるんですよ、はい、私、はいはいはい、ね、これなんか、あんまり良くないなって分かってるんですけど、ファンデーションとか落ちるし、あー、まあまあ、女性のね、確かに落ちるし、赤くなっちゃったりするからね、そう、うん、しかもこの前鼻のてっぺんにニキビできて、それ、例えば触りすぎて、うん、とか、なんか、それをやめたいな、なるほどね、したいな、なるほどね、ある、相反してよ、やりたいこと、うん、調整したいなと、やりたいことはね、あるんですよ、はい、ありますか、はい、アルトサックスやりたくて、吹きたくて、アルトサックス、あの楽器、アルトサックス、ちょっと調べよう、どんなんだろう、吹奏楽とかでよく使われてる、はい、ジャズとかにもいる、ほう、あとバンドとかにも結構いるんですよ、あのトロンボーン、こういうビヨーンって吹ける楽器と、はい、トランペット、うん、あの音高いトランペットとサックスとかでよくあのブラスバンドとかあるんですけど、はいはい、こういうウニョンってなってるやつ、あ、そう、かっこいい、なかなか重そう、結構重いです、首めちゃくちゃ凝ります、背小さいから、うん、半分以上アルトサックス確かにアルトサックス、はい、体半分アルトサックスになるかもしれない、一人で頑張ってる、そう、なんかね、これをやりたいんですよね、挑戦したいなって思って、すごいな、今ちょっと買おうかなって思って目星をつけてるところ、ギターのね、イメージがすごいあるんで、僕は確かに前は結構ずっとギターでライブやったりとかもしてました、最近はギターはあんまか、最近、でもたまにやってます、やったり、あとやらなかったり、どちらもやりますね、曲によって、そう、曲によって、今度さ、ライブあるじゃない、あります、うん、はい、その時はギターは、あ、やります、あ、やる、どっちも、じゃあもうどっちもやります、ながらのファンは、はい、はい、たまんないですよね、アコギ持って、見てますからね、うん、はい、たまるなぬですね、なんでしょうね、はい、逆に徳ちゃんあるの、はい、卒業したいこと、卒業したいこと、僕の卒業したいことですか、気になるの、うん、そうですね、卒業ですか、まあ、叶わない恋と言いますか、あのね、先ほどちょっと熱くなって話しちゃいましたけど、うん、一人身を、卒業したいなと、お、はい、お、それは叶わない恋と直結してる、いいですね、本当に本当に本当に、それなんかあるんですか、その意中の人が今いるとか、全くいないですけどね、その列車には乗ってるんです、切符も買ってるんです、はい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 、誰か乗ってこないかなって待ってるんですけど、あ、相乗りしたいと、そう、相乗りしたいんですけどね、運転はしてるんですけど、はい、なかなか運転してるんだ、なかなか乗らないな、みんな見るんですよ、ちらっと、うん、走ってんなみたいな、うん、見るけどプッて目線変えちゃうから、まあ、ええかみたいな感じで、はい、もうひたすら走って女性が、はい、もう僕はね、どうしたらいいですかね、それは、いや、僕のね、恋愛相談、卒業する卒業するお手伝いをね、できたら、まあ、僕本当にちょっとね、最低な部分がたくさんありますから、はい、そう、女性にめちゃめちゃ厳しいんですね、ブラック、はい、
ブラック徳田ちゃん、ね、ブラック徳田、はい、厳しいですから本当に人に厳しく自分に甘くそれ最悪ですよそれ嫌ですよそれはいかんですねさあちょっとさ、はい、行きましょうよ、ね、そうですね、はい、あ、いいですか紹介します、あ、いいですか、はい、どうぞお願いいたします。では、はい、今月2月13日にリリースしました、うん、はい、叶わない恋で二人なら はい、ということですね、はい、ちょっとここでね、うん、告知しましょう、はい、せっかくありがとうございます、うん、来月ね、来月の3月22日の金曜日にワンマンライブやります。場所はどちらでしょうか。下北沢のレックっていうライブハウスですね、うん、
ね、バンド編成でフルバンドでやらせていただきます。ワンマンだもんね。そう、なんでもう7時から9時ぐらいまでかな、うん、もう1時間半ぐらいたっぷりオリジナル歌うのでぜひともいらしてほしいです。そうですね、ぜひね、ぜひとも、はい、今流していただいた曲もやりますし、あれはさっきの片道でした、うん、片道でしたもやりますよ、もちろん、もちろんやります。あとまだ未発表の曲とかもたくさんあるので、うん、それらをもう詰め詰めにして待ってますので、なるほどなるほど、ぜひぜひ皆さんね、はい、いらしてきてください。よろしくお願いします。はい、さあ行きましょうか。はい、もう結構時間がね、はい、なんか迫っちゃってるんでね。じゃあもう好きな色を引き付けそう、はい、オレンジ、オレンジ、オレンジ、ちょっと待ってくださいね。オレンジ色はありがとうございます、はい、オレンジです。オレンジはですね、ごめんなさいね、ちょっとね、はい、はい、いいですか。はい、歌を通して伝えたいこととか、うん、曲作りで心がけていることはありますかという質問ですね。はいはいはい、結構作詞作曲やるときは、だいたい詞のいいフレーズができたときに、はい、そこから広げていくこととかが多くて、でも詞でやっぱりそのなんだろうな、共感の部分だったり、特に女性とかって共感からこう曲に入っていく方とかも多いじゃないですか、うん、なんかそういう方に向けて書いてる気持ちもありますし、自分のなんか気持ちの消化作業としても結構詞書くことが多いんですけど、その分かりやすい言葉もあるし、あとはメロディー、分かりやすいメロディーっていうのは大事にしてますね。そこにうまく乗る歌詞だったりとか、あとその情景が浮かびやすい歌詞、言葉を使ったりとかっていうのは気をつけてますね。そうだよね、うん、共感ってあるよね、うん、なんか共感って詞でしか得られないと思うんですよ。どれだけ楽曲自体がかっこよくっても、おしゃれだったりしても、やっぱり詞の部分で、あーなんか寄り添うじゃないですけど、うん、なんか生活の一部になれたら一番嬉しいなと思って書いてます。なんか曲のさ、このフレーズ好きっていうのはあるじゃん、うん、あります、みんなあるじゃん、うんうん、だからそれってすごく共感って大事だなと思うんだよね。あ、そうなんだ、そう思います。ちょっとなんか真面目に、はい、真面目だ、いやもう目が変わってましたもん。今ね、やっぱこう盛りますね、モードになるとやっぱ違うよね、いつもの可愛らしい表情とはまた違った、違いますよっていう顔でしたよ、ね、さあ行きますよ、はい、もう時間なんでね、はい、はい、もうラストぐらいになっちゃう、早い、はい、早いな。え、じゃあ緑、はい、緑これ行こう、徳ちゃん、はい、5番、5番で、はい、ね、先ほど流しました、二人ならの曲 の、うん、はい、ミュージックビデオがですね、これ渋谷で捉えてる、はい、撮りましたですよ、ね、渋谷の街を、はい、のなんかミュージックビデオのエピソードであったり感想とか聞きたいなと思うんですけど、はい、どうでした？もうね、目の前のビルもめちゃくちゃ高くまで立っていってるんですけど、この渋谷、うん、めちゃくちゃ変わってるじゃないですか、はい、今本当に変わってる、そう、もうこの1年で急速にビル増えてて、うん、だからなんかこのもうなんか日に日に変わっていっちゃうから、うん、この今しかない渋谷の街、うん、を収めておきたいと思いまして、渋谷を選びました、この街を、うんうん、で、そのみんながなんか、あ、ここ分かるなとか、うん、行ったことあるなっていう場所があえて分かるように撮ってて、うん、通りだったりとか、うん、あとはセンター街を使ってたりとか、うん、なんかその辺で、あって思ってもらえたりとか、あとはもうただ単に風が強すぎてその日、うんうん、なんか、え、季節はいつ？春じゃない、この前の冬ですね、真冬、うん、めっちゃくちゃ寒かったです。もう足の裏にもカイロ貼って、みんなで朝から夕方までひたすら歩き回って撮りましたね。でもね、やっといいテイクが撮れたって思って確認したら、外人さんがスマホでね、めちゃくちゃ撮ってて、あ、これ撮れたおいおいってなったんですね。いや、でもなんかさ、一つのものをこう作るって、うん、時間かかったり労力あるけど、そうですね、ちゃんと出来上がったらもう興奮するよね。します、うん、します、よっしゃーっていう、いや、もうそれはもう本当に見ていただいて、あと見どころはね、あとスタジオでも撮ったんですよ、はい、バンドの人たちも一緒に映っていただいて、はい、もうライトアップされたスタジオで撮ったのがめちゃくちゃ綺麗なので、うん、ちょっと最後まで見てもらいたいなっていう、うん、YouTube で見れるのかな、見れます、見れます、うん、ね、皆さん YouTube でね、はい、調べていただいて、検索してください、叶わない恋、はい、ね、可能な、いつかな、うん、叶ったら終わっちゃうかね、終わっちゃうかね、今なんか言おうとしたんだけど、なんか隠してる、言葉かぶされて、うっ、なんかこう、うってなってるのを真横で見た、いやいやいや、ね、みーこさんの意見に叶わなかったってね。さあ、俺ね、これ聞きたいの、ちょっとカラーボールあれとして、このね、今
幸せに感じるのはどんな時って質問がね、うん、あってこう今ね すごくいいね今だ最近はついさっきもしてたんですけど、うん、やっぱレコーディングしてる時は一番あやっぱり楽しいなって思います。もともと歌うのが好きだったのでそこから始めたので歌とか曲作りとかを、うん、なんでレコーディングしてる時にこうなんか一緒になんかディレクターさんとかともっとこうしたらいいんじゃないとか、うん、意見交換しながら作品を作っていくのはめちゃくちゃ楽しいです。いやめっちゃ何かを作る、ね、うん、作り上げていくだったり、うん、そうさっきさ楽屋でね、はい、こうマイクの前でいるってことってすごくいい表現だなっていうか、うん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 、もう分かる、それこそ共感なのよ。ああ、うん、そっか。なんかね、嬉しくてね、はい、この質問どうしても聞きたかったんですよね。ほんと、いやありがとうございます。いいですよね。いや、ほんと嬉しい。いや、ほんとにね、その親じゃないんだけど、そういうやっぱ番組のやっぱ仲間として、すごいね、まあ、こんなね、目の前とかちょっと言いづらい、恥ずかしいけど、やっぱ二人はね、ちょっとじーっと来るわけよ、うん、もうで私もまたここに戻って来られたことがめちゃくちゃ嬉しいですよね。今日はもう朝からウキウキしてた、そう今日もテンション高いねって言われましたもん。あ、よかった。本当です、ありがとうございます。さあ、ということでですね、はい、あと2分、はい、いかがでした？ちょっと雨だったけどさ、ね、雨ですね、結構降ってきちゃったけど、うん、でも楽しかったですよ、お話できて、あっという間でしょ、うん、はい、あっという間、本当にあと2分、なんか焦る、変な感じ、ここにいた猫、ね、ちゃんが今ここにいて目の前で喋ってる、なんかジーンとくるな、4人でね、いろいろ考えましたもんね、うん、本当に、本当、あ、一緒にご飯食べて、近くのお店でカフェでね、覚えてますか、打ち合わせしてね、はい、いや思い出だな、あれはちょっと必死だったね、あの頃。いや本当にね、今も必死なんだけどね、必死ですけど、うん、もうあの時のまだね、知らなかったの、うん、本当たくさんあったんで、うんうん、なんか泣きそうですもん、ちょっと、じんとくる、いやでもあの時期があったからこうしてね、ね、今戻ってこられて、はい、ちょっと本当それは思います、うん、またね、改めて、はい、3月の、22です、22日ですね、はい、下北沢レック、下北沢レックというライブハウスです、うん、オープンが18時半、スタートが19時から、はい、19時から2時間ぐらい、2時間くらいやりますね、はい、ぜひぜひ、あとインスタとかインスタグラム、ね、ツイッターもやっております、ね、はい、はい、叶、はい、わない声で検索してください、はい、ぜひぜひですね、検索して、はい、ていただければなと思います、はい、はい、それではですね素敵なゲストの方です、叶わない恋の美恵子さんでした。どうもありがとうございました。またぜひぜひ、いらしていただいて、お願いします、よろしくお願いします。ぜひ、お願いします、まあ、それではまた来週ですね、徳ちゃんが一言言いますか、はい、はい、僕の一言、急にここの一言、はい、最後に締めて、いやせやな、何言おうかな、いや全然、じゃあ行きます、はい、締めます、はい、この番組はですね、新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮レンさんの提供でお送りいたしました。それではまた来週ですね、はい、また来週です、バイバーイ、みんなの恋を叶えてみせよ、徳田優太。